原子力発電の燃料は少ない量でたくさんのエネルギーを生み出します。原子炉に燃料を入れる作業は安全面に十分気を配りながらおよそ4日間をかけて一つ一つ慎重に進めました。また使い終わった燃料についても発電所から運び出すまでの間安全に管理しています。